の概要というタイトルなんですけど、これからご存じのようにジャムステックからのセッション発表が非常に続きますので、それのトップバッターということで概要紹介を、行いたいと思います。まず最初なんですけれども、そもそもYMC そのも の, ここにいる会場の皆さん名前を聞いたことがあると思いますし、半数の方は、ご存知かなというふうに期待はしたいんですけれども、YMC そのものはリアード・オブ・ザ・マリタイム・コンチネントの略でして、かというともう海大陸、そのインドネシアとかフィリピンを含む、海大陸の気象や気候を、集中的にみんなで観測なりモデルをして、調べましょうということで、昨年の7月から、当時2年、丸々2年間の予定だったんですけれども、現在、正式ではないんですけれども2年半、2017年7月から2020年2月までを、キャンペーン期間といたしまして、行っているその国際プロジェクトでして、で現在その参加したい、もしくは参加する意思がある、そのために予算を取っているというようなのが実際に20カ国地域で、780ぐらいの研究機関で、人数の800ぐらいは、まだ実際に本当に最初に参加するかどうかですので、そういう意思を持っていただきます。でその2年間で何をやるかというと、いくつかその研究的なモチベーションいっぱいあるんですけれども、メインはですね、一番多いのは高観測なんですけれども、この2年間の間にですね、フィールドキャンペーンをいくつかやりましょうと、その雨でやるとか、例えばインドネシアスルーフローでやるとか、そういったいくつかのテーマに沿って、集中観測しましょうということで、集中観測を、この2年間の間にやります。と同時にですね、大きい特徴としては、今回そのインドネシアやそのフィリピン、マレーシア等々ですね、現役機関が参加することでですね、普段なかなか出ないんですね、その現状の生データ、レーダーであるとか、ゾンデのオリジナルデータを提供するというところまで同意を取り付けていまして、そういったものも使って、この期間集中的にやりましょうということです。で、これ、ずらずらと並べてますので、ちょっと分かりづらいかと思いますけれども、現在ですね、実際これ以上、若干いくつかもあるんですけれども、12の、研究グループと呼ぶべき各国のですね、グループがですね、それぞれの場所で、それぞれ、例えば、この今年あるんですけれども、北進季節内振動とかですね、温泉等々、ターゲットした、フィリピン付近の南シナ海からフィリピン海からの海域で、観測するとかですね、そういったリスクかテーマを持って参加すると、実際、12今、予算要求しているうちに、すでにもう11の、プロジェクトが予算化、もしくは、例えば宿題を取っているという形になってますので、こういったものが、見せられて恐縮ですけれども、昨年の実際7月からスタートしているんですが、集中観測の1つ目が、11月からなってますけれども、このように、いくつか、集中観測が、この2年間やにこれであると。で、こういった人たちがみんなによって、データを提供し合って、総合的に理解していこうという目的になっています。で、その一番最初の、集中観測であった、インドネシアスマトラ沖で行った観測について、行ってきましたので、それについてのお話がこれから続くということになります。で、我々自身のこのでやる研究のモチベーションですけれども、非常にシンプルでして、過去の研究からですね、もうこれ皆さんご存知だと思うんですけれども、西コース、西コース非常に卓越していて、特に沿岸付近で、午後から夕方にかけて降って、で明け方朝になると、沖合の方で雨が降ってくる、伝播してくるというふうな過去研究がありますし、またこの領域と MJ を非常に卓越してよく来るんですけれども、特にですねこの付近で見ますと12月にですね、ここに雨のピーク見れますけれども、南部の付近を中心に、非常に、MJ がやってきて雨がそれが降ると。で、当然この海大陸上では MJ 研究に関して言いますと、よくバリアエフェクトといってですね、非常にそのインド洋で発生してから更新する上で海大陸通過するときに曖昧になるといった、こともありますので、その ローカルな循環との間でどういうふうなことが起きているかというのを調べたいというのが動機でした。で、その過去の研究からこういった、先ほど言いましたけども、降水、日周期の降水と同時にですね、それが苔、伝播するといったことも知られていますので、昨年我々が行った集中観測ではですね、その沿岸付近の、これインドネシア気象庁 BMKG のが持っているサイトに、我々の機材も展開しつつで観測するんですけれども、同時に沖合電波を調べたいということもありまして、観測する未来を持ち込みまして沖合で観測したということになります。
で、ちょっとこれにまた改めてお話しますけれども、集中観測としては2017昨年の11月16日から2ヶ月間、1月今年の1月15日までの、まあ、2ヶ月間を集中観測期間といたしまして、未来もそれをカバーするだけの期間、クルーズはしているんですけれども、実際にこのスマートランドベングルという都市があるんですけれども、その沖合にいたのは約1ヶ月間12月の1ヶ月間で定点観測を行いました。で、陸上船ともにですね、それぞれレーダーを持っていたりラジオゾーンで基本的には1日8回とか3時間ごとに観測するとかですね、レーダーや各種ゾーンで特殊ゾーンでやるとか、あの海洋観測の方も行っていると。で、その期間はですね、モデルもですね、2回による予測をやったり、またはそのワークを使ってダウンスケールで様子を見るとかですね、ってことも行われていまして、参加機関としては日本、インドネシアと米国、あのハワイ、アピア市の方も参加してまして、中国を超える機関が参加して行ってきております。で、ここにいる方、多くの方はご記憶だと思いたいんですけれども、実はその昨年の前にですね、2年前にも、同じような集中観測、その正式機関ではないんですけれども、行ってまして、我々そのパイロットスタディ、もしくは、プレ YMC キャンペーンというふうに呼んでますけれども、それはですね、当然その YMC 自体は2年間の集中観測なんですけれども、まあ、それだけでは分かり得ないその変装とかですね、大規模な影響等も意識したいということもありまして、その2年以外でも一人やっておこうということで、データ取得を目的として行いましたし、また、実際にはですね、観測ロジー、実際に観測やりたいと言っても本当にできるかどうか分からないので、そういう意味でもその試験を兼ねてですね、行っていたので、似たような観測をしています。で、実際その2年前と、何が違うかと大きい違いだけちょっと述べておきたいんですけれども、ですね、今回未来で違う微妙ではあるんですけど、前回ですね、プレワイムシーの時は沖合から50キロぐらい離れていたんですが、それを100キロほどに離しました。これによってですね、今回その陸上レーダー、現地の気象局の気象レーダーが使えるということで、完全沖合から、陸上からですね、オープン模写の方までレーダーでカバーすることができるので、そういったライフサイクルがしっかり見れるだろうということもありますし、あとは前回の経験を踏まえてですね、ゾーンではですね、あと1週間、約1週間だけなんですけれども、日中だけ1時間ごとに上げるとかですね、いうことをやってみたり、特殊ゾーンで、特にその CFH を使った高精度な湿度観測であるとか、オゾンゾーンでを補給したり、あとまた先ほどこのゾーンで説明しなかったんですけれども、陸上サイト、未来だけではなくて、さらに概要にですね、特別な部位を入れることによって、完全にその沿岸から沖合までというところの大会予測を含めてですね、観測するような、プラットフォームで観測課題を引くことができた。で、先ほど言いましたけども、やってる間には、これで日韓の予測ができて、でなおかつ、関係者の間では中リアルタイムでこういう情報を共有しながら、進めていきました。で、以上でもう概要自体はおしまいなんですけれども、それだけで終わってしまうとあれなので、その大規模化の特徴であるとか初期解析いくつかこれから、参考までに紹介したいと思います。で、先ほども言いましたけれども、プレ YMC をやってなおかつ今回やっている一番の理由は、大規模化が違う時にデータが取れるかどうか取りたいというモチベーションだったんですけれども、で、大規模化としてすぐ浮かぶのが例えばインド洋なので、ダイポールです。 IoT であるとか変装等もありますけれども、 IoT の観点にいきますと、前回はですね、正の、モードからですね、若干ノーマルに戻るか、まあ、ほぼノーマルに近い状態で行っていて、で、今回のキャンペーンでもほぼノーマルの状態、若干違いはあるものの、 IoT のフェーズでいくと大きな、その12月だけに限って言うと大きな変化はなくなる。ただし、ご存じのようにですね、2年前に大きく違うのは演出フェーズでして、前回はエルニーニョ状態の中で行いましたが、今回は完全なラニーニョの状態で観測をしているということなので、大規模が根本的に違う中で行っているということです。なので、これ、例えば下の方は解説するんですけれども、降水分布で見てあげてもですね、見ると、より西太平洋の方で活発だったということが分かりますので、そういった大規模化が作る流れ等々も、実際にはこれから解析していく上では意識しながらやっていくことになるかなと思います。で、我々のやった観測期間を、ターゲット1つである MGO のページで見ますと、ですね、前回プレ YMC の時はですね、これ青色が、陸上観測で赤色が、未来が定点観測を行った期間になります。
この抱負未来帳に示しているんですけれども、でこの雨の分布帳で黒い点々が無常に相当するところなんですが、ですね、ちょうど観測し始めて観測終わりぐらいに、無常卓越帳図、この動画域を通過していくという形で、サプレストからプレアクティブな状態を観測することができています。で今回2ヶ月間また同じように観測しているんですけれども、観測始まった時、まあですね、未来が来る前にですね、ミッションの一発目が、来てまして、通過して、で未来が到達した時に、ちょうど通り過ぎた後になりまして、で未来が去ってですね、観測終わった時にまたちょうど2発目が来たので、MJ の観点から言うと、ちょうどまるまる正反対フェーズというかですね、サプレスのフェーズを、捉えたという形になりました。まあ、基本的にはポジティブに捉えてですね、サプレスで日中非常に活発な時を研究できるんだと思えば、こういうふうな、まあ、期間も、ありだろうと思いますし、そういう成果もこれから出てくるだろうと思います。でいくつか、初期解析事例を、実際これからの発表で出てくると思いますけれども、私の方からも本当に簡単な図だけ示したいと思います。で先ほど言いましたように、もうプレ YMC と YMC の話がありますので、これから出す図はですね、基本的に2つを並べる形で示します。で、例えばもうこれラジオドームの基本的なですね、相当インデアとか相対指数という部位と示してますけれども、例えばその MGO プレを読みしたときには後半に来ましたと言いましたけれども、例えば風等々を見ても湿度等を見ても明らかですけれども、しっかりやってきていると。で、こういったデータであるとか先ほどの RMU のフェーズ等々からもですね、大体12月13日頃、この我々の観測サイトに到達しているということが、読めます。で今回はですね、これ陸上観測なんで2月までありますけれども、始まって直後ですね、11時26日頃に、来ているという状況で、この瞬間だけ見ると、まあ、似ているかなという形はします。で、単位の一つである日変化についても比べてみますと、で先ほど言いましたMJとフェーズ分かりやすいようにこれで線引いてますけれども、これ横軸に1日の間の時間で、こちら縦軸がその日数を取ってますけれども、前回プレワイムした時には後半部分ですから、その前ですね、日曜を到達する前は非常にきれいに夕方に、15時ぐらいに数日のピークが来て、それより数時間遅れて雨のピークがやってくるというのがきれいな日周期が見えているんですが、日曜が来るとそれが赤い目になると。で同じような傾向が今回の最初の数日間、1週間ですねは、日周期が卓越するけれども、日曜が来て分かるようになると。でその後また、若干ちょっと曖昧ではあるんですけど、まあ、日周期それなりに見えてはいるという状況です。全体としては雨の量にしても、湿度にしてもその弱いという特徴はありますが、一応見えてはいるという形になります。で風を見てもですね、傾向としては似てるんですけれども、全体として今回は非常に西風が卓越しているということが言えるかと思います。あと特徴的なものとしてこれ、もう一つ示したいんですけれども、これちょっと非常に見づらくて申し訳ないんですが、同じように日周期書いてるんですが、これ現地の気象局スタッフがですね、日々数字が一番電光をチェックしてるんですけれども、その結果でこれ色つけてあるのが雷が観測されたところになるんですけれども、ご覧のようにですね、MJ が来る前のところで非常に今雷が観測されていたけれども、 MJ が来ると同時にピタッと止まったというのが前回の結果だったんですが、その関係で今回例えば電化測る装置を持ってたんですけれども、MGO の通過後ですね、またサプレスやってきたんですけれども、非常に全く、そういうふうな観測がされてないと。次の MGO も来てるんですけれども、似たような状況であるにもかかわらず、なかったということがありました。で、例えばレーダーとか、これに関しては次の発表がありますので、ちょっと割愛しますが、最後にちょっと1点だけ、述べておきたいんですが、今回その、現有データも使うということもありますので、そういったデータも含めて、均質なデータを、出していくということが目的の一つなんですが、ご覧のように例えばラジオドームで一つ取るのもですね、各国、いろんなセンサーを使っています。なのでそれを統一的なデータを最終的に出したいんですけれども、で今回我々がやっているインドネシアもですね、例えば明星さんのドームで使っていたり、もしくは、モデルを使っていたりということがあります。で船ではバイサルを使ってましたので、それの比較を行って、で検出のデータを出そうということを今回やっています。でそのために例えば CFH であるとかGNS の加工水量もありますので、本当はこれ最終的に全部トータルで示したいんですが、今日今から示すのはまだここら辺この処理が十分まだ終わってませんので、あくまでも名声とバイサラのゾーン比較だけなんですけれども、ちょっとという形なんですが、ですね、これ日中と朝夕で夜間に比べてますけれども、ですね、
上空でちょっと差が出るのはある程度確保してたんですけれども、仮想も結構、両者の間に差があるという形が出ていきます。なので、ちょっと実どちらが正しいかとか、今はまだ他のと比較していないので、何とも言えないんですけれども、ただこの状態でそのまま比較してしまうと、ちょっと正しくない、違う現象を、見つけてしまうかもしれませんので、それでまあちょっとデータ処理するときには、これを禁止な、もしくは少なくとも同質なものに使用していたします。なので、今現在はですね、いわゆる CDF マッチングというのを、両者の比較からですね、差をくるテーブルをつけてですね、でそこを見ながら、処理して、このように差をなくした状態のデータセットトレイを作って、解析をやっているという状況になります。以上で、私の時間もなのおしまいなんですが、1点だけ、ですね、我々、今話して、我々2年間の2回やったんですけども、実は最近ですね、オーストラリアとイギリスがまた予算を取りまして、2年後に同じ場所で観測するということが決まりましたので、これによってですね、6年間、2年ごとですけれども、同じ場所でのデータが集まりましたので、こういったものも含めて、総合的にこれから理解が進むのかなというふうに期待しております。すみません、以上です。では、ご質疑をお願いいたします。一番最後 の、ゾンデのバイアスなんですけど、例えばそのエラーバーも割と大きいと思うんですけど、私これでかいと思って大丈夫です。例えばその上昇バルーンの上昇速度の速い遅いで、例えばそのレスポンスが違うために起きているというような可能性はないです。どっちかのセンサーの議定数の遅れみたいな。例えばその実際今回、両者同じところにつけてやってますので、それは分かります、なんですが、で自転車だけに関しては例えば当然上空の冷たいところで遅くなったりとかするので、はい、上層の方はある程度それを自覚というか想像してたんですけれども、でも仮想の方から出てきてしまっているので、ちょっと必ずしも自転車だけかなって いやだから風船が 遅めに上がった時と早めに上がった時と、はい、あ、待って、で上がっちゃう、一応その差はほぼ平均的な速度にチェックしてまして、その例えばそれぞれメーカーさんが言っているような速度では上がっているので、そういうして分からない、そこではないんだろうなと思います。はい、分かりました。もう一つ短いものございましたら。ございませんか。ではありがとうございました。では続いて横井さんお願いいたします。